千葉県木更津市と川崎市を結ぶ高速道路、東京湾アクアライン、法定速度時速80キロ、を大型バイクに乗って時速239キロ、で走行したとして、千葉県警は23日、道交法違反、速度超過、の疑いで、道県柏市の男性会社員、33、を書類送検した。県警は、スピード違反の摘発では過去最高の速度と見ている。書類送検容疑は、昨年5月24日午前3時50分頃、木更津市の東京湾アクアライン上り線で時速239キロを出してバイクを運転した疑い。1日には東京都の中央自動車道の法定速度が時速100キロの区間を米国製のダッチチャレンジャーと呼ばれるスポーツカーで時速235キロで走行したとして、警視庁が同容疑で40代男を逮捕した。